こんにちは、コミュニケーショントレーナーの高野文夫です。今日もお聞きいただいてありがとうございます。今日は4月16日月曜日です。今月のですね、8回目の発信になります。このところですね、2日に一遍ビデオダイアリーを発信させていただいてます。まあもう1年半ぐらいやってきてますけれども、まあ慣れですね。人というのは慣れって怖いですね。まあ初めの、まあ、1年半前はですね、発信はちょっと手こずりましたけど、今はですね、動画撮影から発信までですね1時間かかりませんね。英語と日本語で発信してますが、2つ合わせても1時間で発信してます。毎回ですね、コミュニケーションのトレーナーとしてコミュニケーション上の重要なポイントをですねお伝えしてます。プラスですね、私のこのコンセプトとしてですね、必ず私のビデオダイアリーは背景をですね自然の野山を入れることにしてます。川のせせらぎとかですね、海岸のですね海ですね、背景にですね生の自然を入れさせていただきたいと思います。そして必ず、まあ、3分以内でですね毎回、まあ、知っておくと得をするですねコミュニケーションのポイントを必ず一つ入れます。今日はですね、コミュニケーション上とっても重要なこととしてアイコンタクトですね、アイコンタクトについてお話ししたいと思います。子供と大人にしてもですね、子供同士にしても大人同士にしても、アイコンタクト、相手の目を見てお話しするということはとても重要です。というのはですね、こういうスマホ時代ですから、機械であるスマホと首っ引きでですねいろいろと情報を取ってる時代ですが、人と人とですね視線を合わせてお話しするということはやはり人間社会でですね心と心のコミュニケーションを取るためにはもう基本中の基本ですね。相手の目を見てお話しするアイコンタクトです。それができていなければですね、結局は真の語らいはできないと、信頼あるですねお話はできないと。アイコンタクトがやはり一番の基礎ですから、常にですね人とお話しするときは相手の目を見てですね語りかける、これを忘れないでください。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。